どうしても明日の、セミファイナルに出たいんで今日はぜひとも頑張りたいと、はいはい、両親にも見せたいとそういうのも言ってたんです、はい、徳光さん、はい、はい、今あの走り終えた大変ハンサムな軽部選手に来てもらいましたけれども、ズバリ走りはどうでした？そうですね、前半はやっぱり作戦通り行ったと思いますけど、あのハードルの切り替えでちょっと失敗しまして14歩で行くところを15歩になってしまって、はい、あの後輩の斉藤君がやっぱり14歩で行くところ16歩になってしまったって言ってましたけどもね。そうですか、先輩後輩同じことしました、でもあれですね、3着のようですね。そうですね、最後、粘りました。そうですね、はい、足上がらなかったですけど頑張りました。そうですか、はい、この国立競技場の大声援はいかがでした？そう、本当にいろんなところでカルベカルベ言ってくれて、大変励みになります。そうですか、はい、解説の方もね、おっしゃっておりましたけど、やっぱり 400m のハードルでこんなに大声援が湧いたっていうのはおそらく初めてだろうということで。そうですね、僕もこんなに声援していただいて、本当に走りやすかったです。そうですか、はい、またバルセロナもございますし、記録といたしましてもまだまだ3着ということでありますので、非常にこれからもまた次のレースも楽しみだと思うんですけど。そうですね、残ってるかちょっと分かんないですけど、まあなんとかギリギリ残ってたら明日頑張りたいと思います。そうですね、はい、どうも本当にご苦労様でした。ありがとうございました。どうもありがとうございました。うわ、マスカさん丁寧な人ですね。ハンサムでしょ、でこの人はね、股下80センチなんですよ。いや本当に、なかなか徳光さんの体型とはもう運命の差ですけども、余計なお世話ですけども、そりゃそうです、自分には点数は甘いですね。そうですか、今ちょっとね、右足を引きずっておりましたのが若干気になったんですけれども、はい、まあ、3着ということですので望みはありますね。ありますね、高井さん。そうですね、はい、総合してそのタイムでプラスに入れば、はい、もう一回チャンスありますから、はい、まあ、本当に日本選手大健闘してくれました。ひょっとして、準決勝に行けるかもしれない、知らないというカルベであります。それではお知らせです。ところでうまい、キリン一番搾り。嬉しい。この星のために家、私のため。汚れを溶かすハイテク酵素が入っているのはハイトップだけなんです。ハイトップだけなんだ。夏激しくなる油汚れ、酵素で落とすのはハイトップだけなんです。ハイトップだけなんだ。酵素が繊維の奥のさらに奥から溶かし出します。油汚れが一番ひどい襟や袖口でお試しください。酵素の違いがパワーの違い、ハイテク酵素のハイトップ。ライオンから。あらまたは念願の図鑑を手に入れた。わあ！動いて泣くんだ。家のアゲハは川辺など美しい。説明もしてくれる。時間を遡って。おお、これはあらまたも知らない新種だ。ガオ。すごい。ハイパーメディアパソコン富士通 FM タウンズ。富士通。カルベ進出が決まった。決まりました、今手元に来ました。いや、すごいです。いやー、よかった、準決勝進出決めました。カルベおめでとうございます。いやー、おめでとう。放送席からもそう伝えます。カルベの準決勝進出が決まりました。しかも自己新記録をマークしました。さて 400m 女子の、お量に見えましたね。はい、 100m の決勝、続々と、あ、ベン・ジョンソンのがその前にいますが、まあ、ベン・ジョンソンもなんて気持ちでしょうかね。
まあ、果敢にこの代表になるために走ったんですけれども10秒31がね、はい、ベストでした。もう少しでしたね、はい、高野選手は非常に今日は良かったですね、はい、トップで予選を通過しましたね、はい、そうです、はい、46秒10度10というタイムで予選を通過しております。もう続々とこの 100m 決勝見に皆さん見えてるようですね。スタンドびっしり埋まりました。6万大観衆ほぼ埋まっております国立競技場。まあ9秒台出ることは間違いないでしょう。そうですね、先ほどの準決勝ではルイスが9秒93、バレルが9秒94でした。そして